ちょっとまずですよ。あれ違う。なんだ、何が起きてる。ローゲルマの時代に発行された、はい、え、変えるもんが増えるってことじゃないの。ゲールマンの衣装が変えるとかかな。あー、やっぱり、なるほどね、そういうことだ。それだけ。あ、もしかしてゲールマンの鎌が変えるのかな。違うか。あ、これか。あー、これだ。マスターピース、星に由来する希少な陰鉄が用いられている。へー、なるほどね。そういえば、ちょっと今思い出したんですけど、あの処刑隊の彼が最初に会ったところが俺あそこだとちょっと勘違いしてたんですけど、どうも違うんだよな。ね、どこっつったっけな。あの、なんかね、棺桶を動かすところなんかな、こっちらしいんだよな。これか？あ、俺死ぬんじゃないこれ。死ぬ死ぬ死ぬ。くそー。何してる？ゲルマのソウルロストしたんじゃないの俺。まあ、いっか。いたー。ちょ、死ぬから死ぬから。この辺じゃなかったっけ？あ、違う？あれ？ここか。ここだ。あー、あるわ。あー、あ？あー、死んどる。死んどるわ。あ。あ！これそうなんだ。処刑隊のあれなんだね。これが。あ、で、その冠って元からあったっけ、それ。はい、輝き。なるほどね。はあ、とんがりコーン被ってるもんね。気づかなかったな。物理攻撃が有効だ。なるほど。じゃあ一応、あ、倒さなくても、ゲットできたってことね。あ、ちょっと、この間、ヒロエさんが読んでくれたけども。人ならぬ声の。ああ。なるほどね。ちょっとこれ装備して。で、まあ、ああ、これで全部でじゃあ合計2、4、6、8、11人ってことでいいのかな？もうこれ以上入れないよね。はい。で、ちょっとまあせっかくなんで、なんかこの辺の、これね、宇宙悪夢的な血の意志を、ちょっと得てみますか。ああ、4万円ももらえるんだ、これで。はあ。
ちょっとじゃあゲールマンの、これね。カインの鎧。あ、これこの間黄色さん着てたやつか。あ、俺も変えたんだね。ちょっとこれ持ってないから。あ、ちょっと待って。じゃあ。ゲールマンズボン。安い。ああ、ちょっともうちょっとじゃあ使うか、アイテム。これをじゃあ、剣族の5個ぐらい使ってみる。おお。はいはいはい。あと武器ね。6枚もすんのか、これ。多分、6枚。これ6個使えばいくんじゃない？ほら。OK。ちなみに装備してみますか。おお。なるほど。おお。すごい。あのぐるんぐるんっていうのどうやってやるんだろうね。変形攻撃なのかな？違う！バカ。違うか。じゃあ、ちょっともう一回、挑みます。怖っ！ 345。怖え。へい。スタミナがないです。いた。あ、何やってんの。何やってんの。ちょー。ちょっ！あら、ちょっと！鼻くそボンバー。鼻くそボンバー、あ、結構入る。届かない。よっしゃ！うっ！うぅ！うわぁ、ちょっと回避早かったよね、今。やべ！あぁ、それ。それやばくないか。回避不能なのかな、あれは。うわ。うわ。ちょっとちょっとちょっとちょ。はい、うわ。ひどくないか、そりゃ。死ぬ！あー、死ぬ！うー！いや、ちょっと届きすぎや。うわー、また食らった。
何やってんの。ああ、もう輸血ねえわ。うわー、それ何。やべ、バカ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 、それそれ何、ずるいくないそれ。あー、なんかまた産んじゃう。あ、ブシュッとブシュッと。うわー、お、びっ、ん、入った。あ、なんか ラッキー武器が壊れそう、勝利。すげー、6万8000入ったなんかちょっとなんか下世ね勝ち方しまったな。ドギュン入った。あっ、あるってる。あ、なにこれ、イカ。ああ、お寒いでしょう。イカ、イカちゃんなめくじ。カリウド様。え？火事が収まってる。嘘。え、あれ俺だったの今の、あのイカちゃん。あれが俺の正体。はい、ということでちょっとついていけてない感半端ないんですけど、まあなんとか、多分これ黄色いおさんと違うエンドだとは思うので、まあちょっとこれ終わったら、ちょっと黄色いおさんからデータもらったら、ちょっとはあれですね、ちょっと 見たいと思うんですけど、多分それ見てもねなんか多分もう一回ちょっと頭整理しないと、どういうことだったのかっていうのはね、まあ、僕なりにね、それがあのちゃんとした正解ではないとしても、はい、ちょっと僕なりになんかもうちょっと咀嚼してみたいなと思いますけども、はい。でまあね、まあこれちょっといつも言うことなんですけど、このシリーズね、まあ、シリーズっていうか、このデモンズソウル、ダークソウル、そしてこのブラッドボーン、まあなんていうんでしょうね、まあどんなにね注意深くやっても、どうせあの僕あの、まあ、見逃しとかね、なんだろうな、ちょっとイベントを全然ね、触れれなかったりすることは、まあどんだけ頑張っても 100% 無理なのは分かっていて、でそれにこう、いや見逃しないかないかなって、もちろんね、そういう目で見ながらプレイはするんですけど、あまりにもそこに固執しすぎて、その世界観を楽しめなくなることの方が僕は嫌なので、まあね、1周目は本当にダーッとこう、まあそれなりにこうね、注意はするんだけれども、どっちかっていうとこのその世界観をね楽しむことを重視して、初見でね、攻略とかそういうの見ないでやると、いうことをやってます。で2週目になったら、ある程度ね、まあ、ネタバレというか、まあ、1週目で回収できなかった部分を、まあウィキとか見てね、何でもかんでも全部洗いざらい知るってことではなくて、もう、まあ、今回で言えばその、まあ、キヨとね、
お互いこう見つけたもの見つけてないものあるので、それをここ俺はこうだったぜっていうのを言いながらこう2週目を楽しむっていうのはね、すごく、僕的にはね、楽しい進め方だと思っているので、まあ、今回もそれをやってみました。はい。まあ、ダークソウル1は DLC だけ2人でやって、DLC の部分だけですね。はい。で、ダークソウル2からはもう2周目とプラス DLC を、全部やろうっていうことでね、やってるんですけどね。まあ、それの、まあ、第3弾ということでね、今回やりました。はい。で、すでに今ね、ダークソウル3の方もね、2周目を、2人で、DLC 部分含め、プレイしているんですけども。これね、多分ね、前も、これもね、ちょっと、どっかで言ったような気するんですけど、まあ、僕のね、ゲームのそのアクションゲームは本当に苦手なので、そのプレイスキルから行くとですね、DLC の部分って、結構やっぱりレベル設定高めで作られてるじゃないですか。で、それを2周目で、で、2人ともある程度ね、そのレベルが上がった状態で、2周目で2人で初見プレイするっていうのがすごくこれ面白いんですよ。はい。それたまたまね、その、ダークソウル1の、その2周目の世界で2人で DLC を初見でやるっていうのをやったときに、非常に、この、難易度的な部分も含め、僕らにとってちょうどいいなっていうのを発見して、本当にまあ一人でね、初見ゾーンをプレイするのももちろんすごく楽しいんですけども、やっぱり二人で初見のところをプレイするっていうのは本当にですね、なんだろう。本当にその友達と、本当にわからない、知らない世界を旅してる感、冒険してる感があって、これはね、今後もね、ちょっとやっていきたいなと思ってます。はい。ちょっとね、せっかくの初見を二人でやるのってもったいないんじゃないかっていう考えももちろん僕らも あるんですけど、それは、まあ、DLC 以外の部分で一周目でやればいいじゃんと。で、DLC の部分に関しては、二人とも初見で二周目の難易度でっていうのがちょうどいいんじゃないかっていう、そういうところですね。さっきから同じこと言ってるような気がするんですけど。はい。これぜひね、このね、まあ、ちょっとね、ゲームの腕前次第もあるので、そこはちょっと一概には言えないんですけども、でも、割とね、僕らとしてはおすすめの遊び方だと思ってますので、ぜひやってみてください。ね、ぼっちさんはちょっと、一緒にやってくれる人いねえわっていう人はちょっとね、まず友達を作るところから、頑張って、見てはいかがでしょうか。これね、やっぱりね、スカイプつないでね、会話しながらね、やるのは本当に楽しいっすよ。うん。まあ、もうすでに一回ね、知ってる世界でやるのと、全く初見のところでやるのとって全然違うと思うので、二人ともこうビクビクしながら、ギャーって言いながら、はい、遊ぶのは本当に、楽しいと思います。で、もちろんこれはね、その遊び方次第っていうことよりも何よりもやっぱりこのゲームの出来がね、素晴らしいので、まあ、成立するのであって、はい。本当にこうね、このシリーズ、毎度、あれなんですけれども、ね、作っていただいてありがとうという、ところでございます。ってことで、なんかね、一年以上ちょっとまたかかっちゃいましたけども、楽しかったなぁ。ちょっと最後はね、ちょっとよくわかんないまま終わっちゃったのがちょっとあれですけど。これまあ普通に、あれだよね、もうまた。よろしい。はい。これで制約は完了だ。はい、完了です。輸血を始めようか。何心配することはない。何があっても、悪い夢のようなものさね。はい。ちょっとキャンセルして。はい。ということで。まあ、まだね、ちょっともしかしたらやり残したことあるのかもしれないんですけどもね。うん。まあ、そのあたりはまた何かの機会に、まあ、コメントでも、はい。
実はこれやってねえぜみたいなのあったら、書いてくれたりすると嬉しいです。はい。まあでもさすがにもう3週目になっちゃったからね、もう、なんか、僕的に、気にもね、攻略サイトとかも、まあね、どうしてもって時は見てもいいかなという、はい。自分の中でやっぱり、うん。2週目ぐらいまではやらない限りは、ちょっとそういうとこは見ないって決めてるので、はい。まだね、なんだ、強化決勝でしたっけ？あの辺もね、どういうのがあるんだとかっていうの全然わかってないので、はい。まあ本当にでも、うん、楽しかったです。ちょっと、多分僕のシリーズでは最長じゃないかっていうぐらい話数がいってしまったんですけども、はい、ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。また、ダークソウル3の2週目とか、まあ、他の動画もちょっといろいろやってるので、もしよろしかったら見てください。ありがとうございました。